仮面ライダーセイバー神山トーマ役の内藤秀一郎ですえっと今日誰にあってもね誰って言われるけど正真正銘神山トーです本日はよろしくお願いします仮面ライダーブレイズ新藤凛太郎役の山口貴也ですよろしくお願いします仮面ライダーエスパーダー深美健太役青木亮ですよろしくお願いします須藤銘役の川沢飛鳥です本日はよろしくお願いいたします橘優衣の役の飛鳥凛ですよろしくお願いいたします僕意外とラフっすよねそうですね、うん、なんか本編では結構 きっちりとしたなんかスーツっぽい衣装が多かったんですけど、まあ、8年後っていうことでやっぱ少しは大人っぽくしなきゃなっていろいろ試行錯誤した結果こういうちょっとブカッとした感じでやっぱりもう8年も経ってたらまああんなきれいめな格好はあんまりするしないんじゃないかなっていう,もう勝手なあれですけどいろいろ監督とかも話し合ってこれがなんか。 8年後のっっぽいなってで僕はあの本編では結構あのなんかちょっと皆様から裏で「健人服大丈夫?」とかなんかいろいろ言われてたの僕はちょっとあんまりよろしく思ってなかったんですけれども、まああのね、こういうふうにちょっと聡明な感じといいますかより翻訳家らしくあのなったとは思います衣装合わせの段階で、はい、あの監督から「脳、うん、足出し」っていうのを言われてたので、うん、足を出すことなく。はい 長めのスカートとかパンツスタイルとかでちょっと30代に見えるようにっていう感じではい、うん、あご自身は私服では足は私服,は私服,私服では出される方ですがそれでもこれさっき楽屋で使うって話してた言葉 忙しいんですよ <laughs> だからそんなファッションとかじゃなくて僕は剣士としてずっとこのユニフォームで世界を均衡守ってるのでこれでいいと思います最高です私その昔土偶になってたんですけどその <laughs>、はい、<laughs> その時の他にいらっしゃった藤井さんっていう方もあの現場にいらっしゃってて「わあ懐かしいわあ戦ってる」みたいな。<laughs> 現場で一緒に撮影を見てて その時に僕が、うん、あのちょっと爆竹が仕掛けられてる時に、うん、あすかさん、これ、この後ちょっとおるさんに気をつけた方がいいですよとか勝手に間違えてなんか緊張しすぎちゃって言っちゃったら、あすかさん、もう、<laughs> <laughs> あ知ってますみたいな、そう当たり前じゃんと思って、何を俺、血迷ったのか分かんないですけど <laughs> 仮面ライダーダブル10周年で、キャストみんなで集まったので、8年後だと20周年になるので<ー>、<laughs> また。 みんなと集まって写真撮ってなんか SNS とかにあげたりとか思い出話に花を咲かせたりとかなんか今と変わらずなんか過ごしていきたいなと思います。<laughs> それは大変 <laughs> あのお待ちしております。はい,はい上の。もうちょっと手振っていただいて。